テドトークス。クジラは驚くほど重要な仕事をしています。と海洋生物学者のアーシャ・デボスは話します。この巨大な生物は生態系エンジニアで、まず糞によって海を健康で安定した状態にするのです。クジラは海の、ひいては地球の安定と健康の維持に役立っているという見過ごされがちな役割について、TED フェローであるデボスから学びましょう。アーシャ・デボス、なぜクジラの糞が大切なのか。オクトーバー2014とテドグローバル2014、アーシャ・デボス、なぜクジラの糞が大切なのか。テドトークス、地図アプリは目的地への最短経路を見つけてくれる便利なものですが、少し遠回りしたい気分の時はどうでしょう。研究者のダニエル・クエルチャが、単に速いだけでなく、その道のりでどう感じられるかまで考慮に入れたハッピーマップをご覧に入れます。ダニエル・クエルチャ、最も楽しい経路が選べる地図、ノーベンバー2014マット TED@BCG ベルリン、ダニエル・クエルチャ、最も楽しい経路が選べる地図。テドトークス、TED フェローのアジズ・アブサラは、パレスチナ人の活動家で、平和構築のために変わったアプローチを推奨しています。それは観光旅行です。異文化の人たちが交流するだけで、何十年にもわたる憎悪がどのように解けゆくのかを紹介します。まずは、パレスチナ人がイスラエル人を訪問し、一歩前進する様子から、アジズ・アブサラ、寛容さを育むため、観光に出かけよう。マーチ2014と TED2014、アジズ・アブサラ、寛容さを育むため、観光に出かけよう。テドトークス、36年にわたるグアテマラの内戦では、20万人もの民間人が殺され、4万人以上が未だに見つかっていません。法人類学者の先駆けであるフレディ・ペセレリとチームは DNA と考古学と証言を用いて、愛する人の遺体を家族の元に取り戻す手助けをしています。現実を思い知らされる作業ですが、これによって心の平安と、時には正義がもたらされているのです。フレディ・ペセレリ、消えた人を法人類学で取り戻す、ノーベンバー2014と TED ニュース2014、フレディ・ペセレリ、消えた人を法人類学で取り戻す。テドトークス、森林を守ろうというスローガンは昔からありますが、タッソ・アゼベドは今日ではどのような取り組みが行われているかを紹介します。ブラジルでは1990年代に愕然とするほどの森林破壊が起き、法の制定とデータの公開によって森林破壊のペースは落ちています。でもこれで十分でしょうか？いいえ、まだまだです。彼は我々が何をすべきかについて5つのアイデアを紹介します。そして、ブラジルで得た教訓をもっと大きな問題、地球の気候変動の問題解決に適用できないか問いかけます。タッソ・アゼベド、森林保護活動から得たこと、気候変動防止への望み、オクトーバー2014とテドグローバル2014、森林保護活動から得たこと、気候変動防止への望み。テドトークス、2041年は地球にとって大きな意味を持つ年です。地球最後の手つかずの大陸である南極を開発から50年間保護する条約の期限が切れるのです。初めて両極を徒歩で踏破した探検家ロバート・スワンはこの条約を延長するミッションに取り組んでおり、我々自身の生存のために南極を守るよう、情熱と力強さを持って私たちに訴えます。ロバート・スワン、最後の手つかずの大陸を守れ、オクトーバー2014とテドグローバル2014、ロバート・スワン、最後の手つかずの大陸を守れ。テドトークス、世界全体では暴力は減少傾向にありますが、アレッポ、バマコ、カラカスのようなグローバルサウスの人口の多い都市では実際には暴力が増えており、麻薬売買が横行し、多くの人が失業し、市民の不安が広がっています。安全について研究しているロバート・マガーは、急成長を止めたためインフラが脆弱で政府もうまく機能していない基盤の弱い都市について、私たちの目を向けさせます。マガーは私たちが直面している4大リスクを示し、方向転換させる方法を提案します。ロバート・マガー、急成長する都市を成功に導く方法、オクトーバー2014とテドグローバル2014、ロバート・マガー、急成長する都市を成功に導く方法。テドトークス、相他性とは何でしょうか？簡単に言えば、自分以外の人たちの幸せを願うことです。そして、幸福学の研究者で仏教の僧侶でもあるマチューリ・カールが言うには、相他性は短期的なものであれ長期的なものであれ、また仕事に関するものであれ暮らしに関するものであれ、何か決断を下すときに重要な指針として働くものなのです。マチューリ・カール、相他性に導かれる生き方、オクトーバー2014とテドグローバル2014、マチューリ・カール、相他性に導かれる生き方。テドトークス、アリのような昆虫の動きや身体を研究することで、サラバーグ・ブライターと彼女の率いるチームは、大変に堅固で、この上なく小さい機械の虫を作り上げ、それにロケットをつけました。マイクロロボティクスにおける驚くべき発展を目にし、このとても小さなお助けロボットが将来利用されるかもしれない3つの方法について耳を傾けてみましょう。サラバーグ・ブライター、米粒のサイズのロボットを作る理由、ノーベンバー2014と TED ニュース2014、サラバーグ・ブライター、米粒のサイズのロボットを作る理由。テドトークス、インドの農村部では、未だにトイレがないことが重大な社会問題の一部です。水質への悪影響はインドにおける疾患の主な原因ですし、トイレがないということは女性の生活の質へ特に悪影響を及ぼしています。ジョー・マディアスは村人たちが清潔に保護された水質衛生管理システムを自分たちで作り、村全員が協力することで維持できるプログラムを伝えています。その良い影響は健康、教育、さらには政府にまで広がっています。ジョー・マディアス、より良いトイレでより良い生活へ、オクトーバー2014とテドグローバル2014、ジョー・マディアス、より良いトイレでより良い生活へ。テドトークス、モルガナ・ベイリーは、16年間、自らの真の姿をひた隠しにしてきました。この講演で、果敢にも、モルガナは5文字の言葉を口にします。大したことはないという人もいるでしょう。でも、彼女にとっては身のすくむようなことです。なぜ、声を上げるのでしょうか？それは沈黙によってもたらされる個人的、職業的、社会的影響に気づいたからです。同僚たちを前にモルガナは語ります。他人の判断を恐れることの意味は何か、そして、それが自らをどう決めつけることになるか、ということを。モルガナ・ベイリー、本当の自分を隠すことの危険性、ノーベンバー2014と TED@スケートストリートロンドン、モルガナ・ベイリー、本当の自分を隠すことの危険性。テドトークス、神経科学者のミゲル・ニコレリスを覚えているでしょうか？彼は脳で制御するエクソスケルトンを開発し、そのおかげで2014年の FIFA ワールドカップで、全身麻痺の男性が大会最初のキックオフをすることができました。彼は今、何に取り組んでいるのでしょうか？2つの知能が、今のところはマウスや猿ですが、脳から脳へとメッセージを送れるシステムを構築しているのです。彼の言葉を借りれば、想像の限界を超えることになる実験を見逃さないよう、最後までご覧ください。ミゲル・ニコレリス、脳から脳へと意思疎通する時代へ、その方法とは、オクトーバー2014とテドグローバル2014、ミゲル・ニコレリス、脳から脳へと意思疎通する時代へ、その方法とは、テドトークス、カビジャブアは、自立した女性という言葉の2つの異なる定義の狭間で育ちました。シエラレオネ出身の母親は彼女に女子活例を施すこと、そして彼女の性的欲望を抑えることこそが女性の自立の究極の形であると考える一方で、カビジャが10代の少女として経験したオーストラリアの文化では、彼女にも性的な喜びを得る権利があり、彼女が経験したものは女性器切除であるとされていたのです。率直でユーモアのあるこのトークで、彼女はクリトリス中心主義の社会でどう居場所を見つけたか、そしていかに他の女性たちがこのような思いをしなくて済むよう努力しているかについて話します。注意、このトークには、一部聞くに耐えない詳細な描写が含まれています。カビジャブは、私の母による自立の奇妙な経緯、オクトーバー2014マット GED カンベラ。カビジャブは、私の母による自立の奇妙な経緯。テドトークス、バサームタリクはブロガーで映画監督でハラールの肉屋です。でも一本の糸が彼の仕事を結びつけています。それは多様性と人間味あふれる個々の経験に対する喜びです。彼はこの魅力的な話を通して、彼が監督した映画、ジーズバーズウォークの映像と30日間30モスクからの写真を紹介してくれます。そして誰もが持っている、複雑さの中にある美に思いを馳せるよう促しています。バサームタリク、多様で美しい、ムスリムとしての生き方、オクトーバー2014マットテドグローバル2014、バサームタリク、多様で美しい、ムスリムとしての生き方。テドトークス、今日情報が広がるスピードはとても速く、ゴール内を占拠せよのように一通の E メールで世界規模の意識向上運動が始まることもあるのです。しかし、技術社会学者のジーナップチュフェックチによると、ソーシャルメディアによる運動は簡単でも、実際長期的な社会の変革を妨げているのです。彼女はガジからアラブの春、ウクライナ、香港まで、いかに今日の運動が、ゆっくりと手間暇をかけた運動に比べ成果が上がっていないのかを説明します。ジーナップチュフェックチ、インターネットで社会運動が容易になっても、目的達成は難しいのはなぜか。オクトーバー2014マットテドグローバル2014、ジーナップチュフェックチ、インターネットで社会運動が容易になっても、目的達成は難しいのはなぜか。テドトークス、世界保健機関、WHO の職員ブルース・エイルワードは、エボラは我々を人間たらしめる全てのものを脅かすと言います。彼は穏やかに、エボラ出血熱の感染拡大がどのように起きたのか、そして今回の国際的な警告がどのようにして問題の急速な拡大を助長したのかを説明します。彼はエボラに打ち勝つための決定的な4つの戦略と、アウトブレイクの中心地でありながらもここ数週間で新たな症例を1例も出さなかったリベリアのロファンを例に、どのようにその戦略を実施し、成功を収めたのかを語ります。エボラとの戦いで、まだ勝利を得られてはいないと彼は明言していますが、もし私たちが正しく行動を起こせば、伝染病に反撃する人類の能力を楽観視できるようになるでしょう。ブルース・エイルワード、人類対エボラ、恐るべき戦いにおける勝利の戦略、ディセンバー2014マット GED プレイスデスネーションズ、ブルース・エイルワード、人類対エボラ、恐るべき戦いにおける勝利の戦略。テドトークス、トーストの作り方は難しくは見えません。そのプロセスをステップごとに図示してくれと言われるまでは、トム・ウージェックはいろんな人やチームにトーストの作り方を聞いてきました。そのプロセスが、仕事における大きな難しい問題がいかに解けるかについて予想外の知見を明かしてくれるからです。この練習課題を行う方法を学んで、何千もの人々がトーストの作り方を描くのを見てきたウージェックの驚くべき洞察に耳を傾けましょう。トム・ウージェック、厄介な問題を解決したい？ではトーストの作り方を説明してください。June 2013マットテドグローバル2013、トム・ウージェック、厄介な問題を解決したい？ではトーストの作り方を説明してください。テドトークス、この情報化の時代に、時代遅れの百科事典など何に使うのでしょう？アーティストのブライアン・ベットマーは、デザインナイフと優れたリミックスを見分ける目を生かして、古い本に新たな命を吹き込み、美しく、意表をつく彫刻作品を作っています。ブライアン・ベットマー、古びた本が繊細なアートに生まれ変わるとき、ノーベンバー2014マット GED ルース2014、ブライアン・ベットマー、古びた本が繊細なアートに生まれ変わるとき、テドトークス、私たち人間と同じように、オオカバマダラも時には寄生虫によって病に侵されます。ところが、生物学者のジャープでイコールローでは自身が研究していた蝶について面白い発見をします。寄生虫に感染したメスの母蝶が産卵場所に選んだのは、子供を病気から避けることができる特別な薬草の上だったのです。なぜこの薬草を選ぶことができるのでしょうか？これをバタフライ効果として考えてみましょう。人間の病気を治療できる新しい薬の開発のヒントになるかもしれません。ジャープでイコールローで、自ら治療する蝶、ノーベンバー2014マット GED ルース2014、ジャープでイコールローで、自ら治療する蝶。テドトークス、認知症を患った人の 60% が徘徊をし、この問題は患者にとっても介護者にとっても非常に大きなストレスになる可能性があります。この魅力的なトークの中で、10代の発明家ケネス・シノズカは、夜に徘徊する自身の祖父とその世話をするおばの役に立つ新しい解決策をどのように思いついたか、そして彼がどのようにアルツハイマー病を患う他の患者にも役に立つよう願っているかについて語っています。彼の話に耳を傾けてみましょう。ケネス・シノズカ、祖父の身を守るための僕のシンプルな発明、ノーベンバー2014マット GED ルース2014、ケネス・シノズカ、祖父の身を守るための僕のシンプルな発明。テドトークス、ふさわしいパートナーを見つけるのは簡単なことではありません。でも、数学的にはどうでしょうか？数学者のハンナ・フライは、この魅力的な講演で、愛を求める私たちの姿に見られるパターンを解説し、運命の人に出会うための3つの秘訣、数学的裏付けあり、を紹介します。ハンナ・フライ、愛を語る数学、エイプリル2014マット GED ビーイングハムトンユニバーシティ、ハンナ・フライ、愛を語る数学。テドトークス、私たちはインフルエンザのような症状が出た時やなかなか収まらない痛みを感じる時には医師を訪ねます。それなら、罪悪感や喪失感、孤独感など感情の痛みを感じた時も専門家に会いに行ってはどうでしょうか？あまりにも多くの人が心理的な健康問題には自力で対処している、とガイ・ウィンチは言います。でも、そんなことしなくていいのです。彼は感情の衛生を実践することについて、とても興味深い説明をしてくれます。それは、自分の感情や心を身体と同じくらい大事にするということです。ガイ・ウィンチ、感情にも応急手当が必要な理由、ノーベンバー2014マット GEDLINNAEUS ユニバーシティ、ガイ・ウィンチ、感情にも応急手当が必要な理由。テドトークス、子供の頃のトラウマは、単に成長するにつれて回復するようなものではありません。小児科医であるナディンバーク・ハリスはこう説明しています。繰り返し行われる虐待やネグレクトのストレス、親の精神疾患の苦しみや薬物中毒の問題は、脳の発達にとって、現実的で確実な影響を持っていると。非常に深刻なトラウマを経験した人たちへの影響は生涯にわたり、肺がんや心臓疾患のリスクが通常の3倍あるということが明らかにされています。このトークは、トラウマの予防と治療に、妥協せずに立ち向かう、小児科医療に対する熱のこもった嘆願です。ナディンバーク・ハリス、いかに子供時代のトラウマな障害にわたる健康に影響を与えるのか。セプテンバー2014アット TEDNED2014、ナディンバーク・ハリス、いかに子供時代のトラウマな障害にわたる健康に影響を与えるのか。テドトークス、世界の地域によっては、女性の半数は基本的な読み書きができません。理由は様々ですが、多くの場合、父親や夫、時には母親までもが、女に読み書きは必要ないと思っているためです。TED フェローの写真家ローラ・ブシュナクは、イエメン、エジプト、チュニジアといった国々をめぐり、女子学生、政治活動家、60歳の母親など、そのような数勢と戦っている勇気ある女性たちに光を当てています。ローラ・ブシュナク、女性には読書に勇気がいる社会。オクトーバー2014マットテドグローバル2014、ローラ・ブシュナク、女性には読書に勇気がいる社会。テドトークス、我々は宇宙空間に住み始めます。と NASA の乗組員の司令官であるアンジェロ・フェルマーレンは言います。50年かかるかもしれないし、500年かもしれないが、いつかその時は来る、と。TED のシニアフェローが、宇宙の彼方で人類が生活していくことに備えた彼の仕事を紹介する魅力的なトークです。さらには彼が世界中の人々に投げかけている、地球内で人類が住む家を設計する、興味深いアートプロジェクトを紹介します。アンジェロ・フェルマーレン、宇宙に行かずに宇宙に行く方法、オクトーバー2014マットテドグローバル2014、アンジェロ・フェルマーレン、宇宙に行かずに宇宙に行く方法。テドトークス、53年前、ジェームズ A ホワイトシニアはアメリカ空軍に入隊しました。ところが彼がアフリカ系アメリカ人だったために、家族が住む場所を近くに見つけるまで驚くほど苦労したのです。彼は力強いストーリーを通して、日常的な人種差別の体験を語ります。さらにその体験は、彼が孫に教えなければならなかった、警察官との関わり方に影を落としているのです。ジェームズ・ホワイトシニア、家を借りるのさえ苦労した。ノーベンバー2014マット TED カラムバス、ジェームズ・ホワイトシニア、家を借りるのさえ苦労した。テドトークス、ロブ・ナイトは、人体内の微生物研究におけるパイオニアです。私たちの体内に宿る小さな単細胞生物群は、私たちの健康において、極めて大きな役割を担っています。そして、この分野は未だによく知られていません。私たちが体内に抱えている3ポンドの微生物は、ゲノム内のどの遺伝子よりも重要かもしれません。という、その彼の理由を聞いてみましょう。ロブナイト、微生物がどのようにして私たちを作っているのか。フェブラリー2014アット TED2014、ロブナイト、微生物がどのようにして私たちを作っているのか。